ゲイリー・フィッシャーゲイリー・クリストファー・フィッシャーはマウンテンバイクを作り出した一人とされている。なお、本校ではゲイリー・フィッシャーらが創設したゲイリー・フィッシャーについても記述する。12歳の頃より自転車競技を始める。10代の頃はロックを愛するヒッピー少年であったらしく、長髪のヘアースタイルのために1968年には、 競技の参加を差し止められたこともあるが1972年には競技に復帰、当時競合のロードレース選手であったという。しかしながら、当時のロードレース界の堅苦しさを煩わしく思い、仲間たちとベロクラブタマルパイアスを結成した。マウンテンバイクを考案するきっかけとなったのは一説には、モローダートクラブに所属していたラスマホンの改造ビーチクルーザーであったと伝えられている。 彼はこの後1975年に変速機のない単純な構造の1930年代に作られたビーチクルーザーにモトクロス用のブレーキ、ツーリング車用の変速機などを装着するなど現在のマウンテンバイクにつながる改造をした。当時の彼の家にはパーツごとに分解されたビーチクルーザーが壁、天井の至るところに引っ掛けられており食事する場所すらなかったという。 1976年には当時リパックと呼ばれていたダウンヒルレースに参加。またこのレースは当時一緒に住んでいた友人、チャーリー・ケリーの主催によるものであった。当時の改造クルーザーはフロントブレーキもなくドリフトしながら速度を制動させつつ急斜面を下るというものであったという。フィッシャーは常にこの競技の上位にあった。最初に自作のマウンテンバイクを作ったのは ジョーブリーズであった。仲間たちがジョーにマウンテンバイクの製作を依頼する中、フィッシャーは競技仲間で優れたフレームビルダーでもあったトム・リッチーに制作を依頼、これをマウンテンバイクと名付けたという。そして、ケリーと共同で会社を設立、今までマニアしか知られていなかったマウンテンバイクを積極的に販売した。当時の価格で1300ドルと非常に高価なものであった。 会社を始めた当初は年間160台しか売られていなかったが翌年には多くの注文が殺到。需要は非常に高かったが流通の整っていなかったパーツの安定した供給に苦労して内情はかなり厳しく、1983年に会社は自然消滅、ケリーが抜けてフィッシャーマウンテンバイクスとなる。1991年に台湾の安田に買収された後、 1993年に彼の会社はトレックバイシクルの参加に入ることになるが、彼は以降もマウンテンバイクに関わり、第一人者として認められている。また彼は既存の企画にとらわれない斬新な発想をする人物でもあり、初期のマウンテンバイクの強度を上げるために、ヘッドパーツ部分を巨大にしたフィッシャーサイズと呼ばれる企画を発案したり、最近では、 平地での高速巡航能力を上げ、同時に不正地での走行を容易にするために、既存の26インチとは異なる29インチのホイールを装着したマウンテンバイク 29ER を高安定承したりしている。トレックによる買収前の代表的な車種は以下の通りアーレンローの小説、ナイーブスーパーに自転車に乗る人は誰でも僕の友人だという発言が引用されている。 エース u ディオブバイシクル、モーター、ビークルアクシデンツなどの著作がある研究者のゲイリー・フィッシャーとは同性同盟の別人である。他には、ジョー・ブリーズ、トム・リッチーなどがおり、共にアメリカ合衆国カリフォルニア州マリン軍出身である。映画、クランチャースによると、シクロクロス競技に参加した改造クルーザーに影響されたという。 彼の周りのものはフィッシャーも影響を受けたのだろうと言っているが本人は競技に集中していたと否定している。斜面を折り終えるとドラムブレーキのオイルが焼け燃えグリスを詰め直す必要があったことからリパックと名付けられていた。もっともこれは競技というよりも遊びの趣向が強いものであった。自転車ブランドとしてのゲイリー・フィッシャーは2010年モデルを持って消滅し、 2011年モデルからはトレックブランド内のゲイリーフィッシャーコレクションとなっている。ありがとうございます。